アナログ電波オケ時計内部構造。電波受信用のバーアンテナが確認できる。電波時計は、標準電波を受信して、誤差を自動修正する機能を持つ時計のことである。標準電波の送信局から送信される、原子時計による日付、時刻情報の電波を受信し、自動的に時刻を合わせる時計が、電波時計であり、電波が正常に受信できる環境に限り、 秒単位で正確な時刻を知ることができる。標準電波の情報を利用するため、夏時間やウルー病によるずれも自動的に修正される。ただしこれは時刻のずれを後から修正するというだけであり、夏時間の切り替え直後は時刻はずれたままになる。ウルー病という精度についてもそれに対応しているわけでもない。 標準電波の受信の頻度は機種によって様々であり、前回の受信から次回の受診までの間の精度は、その時計自身に依存する。受信頻度や時計の精度がさほど高くなくても、毎回漏れなく受信できる環境であれば、意識されるような時刻のズレは生じない。だが、以下のように電波の受信ができない場合には、その時計自身の精度によるズレが生じることになる。 このほか、標準電波は、光の速度で電波するため、電波発信源より遠い場所においては、数ミリ秒程度の誤差が発生する。例えば、送信所から 300km 離れた場所では、約1ミリ秒遅れて受信することになる。アナログクオーツ電波時計、コンビネーションクオーツ電波時計は一定の衝撃を受けても、基準位置がずれる場合がある。このため、 電波時計が電波を正常に受信していても正確な時間を指さない場合がある。基準位置の修正は、針位置補正機能がついていない限り、手作業で行う以外にない。日本では、ヤジーと呼ばれる標準電波の送信局があり、福島県大洋町、谷山の大高戸や山標準電波送信所と、福岡県と佐賀県との県境に位置する鋼山の 鋼山標準電波送信所の二つの送信所で、ほぼ、日本全国をカバーしている。時刻合わせの手間がかからないという利点を活かし、メンテナンスしにくい場所に設置されることが多い、かかり時計や末置き型の目覚まし時計のような製品が、多数のメーカーより販売されている。デジタル表示、アナログ表示とも、いずれの製品もあるが、アナログ表示の方が、 若干高価な傾向にある。標準電波に含まれる日付情報を表示するカレンダー機能を持つものやアナログ表示でも内部では午前と午後を認識して昼間のみ時報を鳴らす製品などもある。最近は複数の国の電波に対応している機種や腕時計型の機種も製品化されている。2009年近辺から受信装置の小型化。 低価格化が急速に進み、2012年現在では、デジタル式小型目覚まし時計で、家電量販店あるいは、ディスカウントストアでの実売価格が1000円未満のものも、デジタル式腕時計で2000円未満のものも売られている。さらに、女性用のクォーツ時計並みの小型で、ファッション性の高い、特に、ブレスウォッチと呼べるようなデザインの製品も、発売されている。以下は、主な、 電波時計機能名とその受信可能局である。電波受信可能域については各社ごとによって説明、見解が異なっている。上記3社の他にエルジンなど複数のメーカーより電波受信機能搭載の腕時計は多数発売されている。一部の電子キットメーカーから基板などのセットが発売されており、自分で組み立てることも可能である。 前述の電波が受信しにくい問題点を改善するために屋外や窓際等の電波状態の良い場所で受信した電波を一旦復調し別の周波数で時間情報を再送信する中継機が市販されている。シチズンから発売されている QWZ005 から008という製品は東西の受信可能な周波数のうち手動切り替えスイッチで選択した。 周波数を受信し、送信用の切り替えスイッチで選択した東西の周波数のいずれかで中継することができる。標準電波の中継ではないものの、インターネット上のネットワークタイムプロトコルから時刻情報を取得し、標準電波と同じ信号電波を生成、送信する屋内向け機器もある。厳密には、標準電波とは時刻信号のズレがあり、両方が、 同じ周波数で受信されてしまう状況では、信号干渉から時刻構成ができなくなる可能性があるため、設置環境や送信周波数設定には注意が必要である。日本アンテナからは NTP リピーターという名称の製品が発売されている。NTP リピーターは上記にあるインターネット上のネットワークタイム、プロトコルから時刻情報を取得し、 標準電波を再送信する。標準電波は 40kHz と 60kHz をスイッチで切り替えができるようになっており、半径約10メートルの範囲で標準電波を再送信する。東日本と西日本でそれぞれ標準電波の周波数が違うため、地域に合わせて干渉をしないよう切り替えができるようになっている。成功からは、 タイムリンクという名称の製品が発売されている。タイムリンク送信機で受信した時刻情報を特定、省電力無線で再送信、タイムリンククロックで受信する。標準電波との信号干渉は発生せず、到達距離も標準電波中継機より長くすることができる反面、通常の電波時計では受信できない。一般的には前期の標準電波を受信し、 時刻を合わせる時計が競技での電波時計ではあるが標準電波以外の各種電波により時刻情報の伝達を受けて時刻構成を行うものも競技での電波時計と言える。いかにその例を示す。例えば NHK 教育テレビのアナログ放送内で正午に流される時報音を検知して時刻を構成するタイプでは国内の大半の地域で 地上アナログテレビ放送が終了した2011年7月24日以降は自動時刻修正機能が働かなくなった。アナログ時代でも一部番組が正午をまたいで放送されていた期間はテレビで時報そのものが流れなかったのでこの期間中は一時的に時刻修正機能が停止していた。ありがとうございます。